コーチビルダーとは、馬車やモータービークル等の車体を製造、仮装する業者のことを言う。また、車台に車体を仮装することを、コーチワークという。イタリアでは、カロッツェリアと言われる。オースチンセブンスワローサルーンかつては、木製及び金属製の車体の製造に使用される。技術は非常に特殊であったため、ほとんどの車両製造会社は既存のコーチビルダーとの、 間に仮装する車体の製造契約を結んでいた。例えば、フィッシャーボディ社は1910年代、キャデラックのクローズドボディすべてを製造し仮装していた。イギリスの代表的な高級車ブランドであるジャガーも、かつては、コーチビルダーであった。オースチンセブンスワローサルームは、その代表作である。やがて車両製造会社が、車体製造技術を自社で手掛けるようになると、 オーダーメイドの車体仮装の技量が富裕層の間で愛好を受けるようになった。ブガッティタイプ57、キャデラック V-16、フェラーリ250、そして第二次世界大戦以前に製造されたすべてのロールスロイス製の車両などは、車種状態で販売され、ボディを仮装するという形態が常習化した。多くのコーチビルダーは、 ピニファリーナやジルジアーロのような著名なデザイナーと連携するようになった。モノコック構造の出現でオーダーメイドの車体仮装が困難になると多くのコーチビルダーが自動車メーカーに吸収されるなどして消滅していった。現存のコーチビルダーは大手自動車メーカーと契約を交わして自動車の組み立てや少量生産車種の製造を行っている。バス車両については 富士重工業、北村製作所、西日本車体工業などの高知ビルダーが存在したが、最後まで残っていた西日本車体工業が2011年に解散したため、現在はバス車体を仮装する高知ビルダーは日本には存在しない。既製品を二次仮装し、ファンタスティックバス等に改造している岩戸工業、東京特殊車体などはあるがこれらを高知ビルダーと呼ぶのは、 一般的ではない。乗用車については三岡自動車、トミーカイラオーテックジャパン、京成自動車工業などが、コーチビルダーとしての業務を行っていた。特殊車両については、現在も多数のコーチビルダーが存在しており、多くの車種が製作されている。なお、日本では、消防車やクレーンなどについては、偽装や仮装メーカーとして区別するのが、一般的である。ありがとうございます。